私たちのオーケストラっていうのは、例えばマイクとスピーカー使わないんですよね。で、それを使えばもっともっと広いところで演奏できるんです。あえて生の音で限られた人たちの前で演奏をする、これは実はコンサートホールに、ね、来ていただかないとなかなかそういうのって見えないんですけど、例えば気迫みたいなものっていうのは、例えばスマホのスピーカーからは伝わらない振動とか空気の圧とかをホールで聞いてもらったら絶対にやみつきになると思うんですよ。例えばじゃあそういうレンズを通してでもスピーカーを通してでも人の心に生と同じぐらいの影響を与えられるような演奏を我々も開発しなくてはいけないし、まあ、テクノロジーすごく早いですから、だからこれでこう演奏会配信したりとか面白い時代に来てるかなと思いますね。自宅にいながらどんなオーケストラのコンサートも生でライブ配信で見れるようになったりしていくのかなと思っていますけど、それでよりわざわざそのじゃあ生で聴いてみようって人も出てきてくれると思うし、今日みたいなこういう機会でやはりそのオーケストラの裏側を、普段考え、僕らが普段考えてること、普段、まあ、行ってることとかをこうやって皆さんに知ってもらえる機会というのは昔ではまあありえなかったことですよね。皆さんこんにちは。私は東京フィルハーモニー交響楽団フルート奏者の斉藤和志と申します。楽天アリーナお楽しみください。